背景です。今回は最強ブルペン崩壊の危機ということで、非常にですね、今ライオンズのブルペン事情が苦しくなってきていて、ライオンズのブルペン全体的にかなり疲れが見えてきています。それはですね、ブルペン全体の話はもちろんなんですが、やはり個人個人を見てみてもね、ストライキングに現れています。なので、今回はそんなブルペンについて簡単に現状整理しながら、今後についても話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは最強ブルペン陣がピンチということで話していきたいと思います。まずライオンズのブルペン陣なんですが、現在リーグトップの救援防御率を誇っています。今シーズンはもうずっと本当に中継ぎ陣が安定していて、中継ぎ陣のおかげでもうたくさんこれだけのゲームを取ることができて、この位置にいるんですね。しかしそんな救援防御率、リーグ1位ではあるんですけれども 2.01 ということで、ついに1点台を切ってしまったんですね。ずっと 1.5 とか 1.6 とか、1点台をキープしてきたんですけど、ここに来てね、いきなりどんどんいろんなピッチャーが打たれるようになってきてしまって、もう気づいたら2点台に入ってしまっていました。それでもね、まだリーグ1位ということなので本当に素晴らしいブルペン陣に変わりはないんですけれども、そうなってしまった要因がやはりたくさんあるし、それがやはり選手個人個人にも現れている部分があります。まずですね、1つ目が、平投手が右手中指痛で8月上旬に離脱をしました。本当平投手開幕から、ちょっと開幕出遅れたんですが、本当にね、たくさん50試合近くの登板をしてくれて、防御率も1点台ということで、セットアッパーをやったり、松田投手がいない時には、ちょっと抑えもやったりと、本当にいろんな役割で大活躍してくれていました。しかしそんな中継ぎの柱の平投手が、8月上旬に離脱となってしまって、現在まだ戻ってこれていないという状況です。そのやはり平投手がいなくなってしまったことが、まず一つ大ブルペンの、かなり苦しい部分です。そして二つ目が佐々木投手ですね。佐々木投手が右肩後方の張りで8月中旬に抹消しました。佐々木投手も、ブルペン陣では唯一の左腕として、ずっと開幕から活躍をしてくれていて、防御率も1点台でした。しかしそんな佐々木投手がもうやはり平投手に続いて離脱となってしまって、で現在は戻ってこれていません。その佐々木投手が離れないのも、やはりね、これだけ苦しいブルペン陣を表しているのかなと思います。平投手、佐々木投手と、やはりですね、1点台でずっと抑えてきたピッチャー2人いないだけでも、やはりかなり痛いですよね。であとは救援陣一人一人の8月の防御率がかなり悲惨なことになっています。平投手、佐々木投手、この2人がいないだけでも、やはり他のメンバーにかかってくる負担は多くなってきます。しかもですね、他のメンバーもずっと開幕からね、投げ続けてきて、その疲労も今ちょうど溜まってきてるんですね。シーズン終盤にも差し掛かってきているの で、それがやはり顕著に表れているのが、やはり今言うメンバーなんですけれども、水上投手8月の防御率 3.72、 増田投手8月防御率 5.68、 本田投手が 4.76、 坊投手 11.25 ということで、今言った選手たち全員1点台で安定したピッチングをずっとしてくれてたんですね。水上投手、増田投手、本田投手はまだ1点台をキープできているんですが、坊投手もずっと1点台 1.4 とか 1.5 とかをキープしてたんですけれども、一気に炎上してしまって、防御率は2点台に入ってしまいました。で、増田投手と本田投手ももう本当に2点台近い、水上投手もですね、みんなも2点台近い防御率まで上がってきてしまっていて、それだけでですね、本当にかなり、ブルペン陣崩れてきているのが分かると思います。平投手、佐々木投手の、重要なコア2人がいないのに加えて、いるメンバーの水上投手、増田投手、本田投手、坊投手の4人もこんなに調子を崩してしまうとなると、かなり苦しいというのが分かりますよね。それによってやはり勝てるゲームを中継ぎ陣が打たれて落としてしまったりとか、そういう試合が本当ここ最近は多くて、1位もずっと1位キープしてたんですけれども、ソフトバンクに譲るという形になってしまいました。でしかもですね、ここまでですね、2カード連続負け越しということで、ずっとカード勝ち越しで来ていたのももう途絶えてしまったということで、ここ最近は本当このブルペン陣によってかなり苦しいようになってしまっています。そしてですね、ブルペン陣これだけひどいというのが、やはり今後再建できるのかどうかが懸念されます。ずっと投げてきているメンバーはもう投げれば投げるだけ疲労が溜まっていく一方ですし、まだ佐々木投手、平投手も実戦復帰したという情報はありません。他にも森脇投手だったり宮川投手だったり、スミス投手が今ブルペン入ってたりとか、隅田投手も今ブルペン入ったりとかしていて、メンバーいることにはいるんですけれども、そしたら次はね、そのメンバーにやはり負荷がかかってきてしまう部分があって、本当にですね、とにかく今いないメンバーが復帰してくることと、それでね、今ちょっと苦しんでいるメンバーをちょっとでも休ませて、どんどん良くしていくのが今一番なのかなと思います。本当に
当に今かなり苦しい時期になっているので、まあ、なんとか耐えて、乗り越えてカバーして、まあ、今いないメンバーの復帰を待つのが一番なのかなという感じです。まあ、このようなブルペンの苦しい状況を招いてしまっている、まあ、原因の一つにやはり先発陣の早々降板があると思います。まあ、先発陣の早々降板が痛いということで話していくんですが、やはりライオンズ、まあ、一番特徴的なのが先発陣の降板がとにかく早いんですね。はい、まあ、直近2週間の試合を見ていても先発陣が7回以上投げ切ったのは與座投手の1試合のみとなっています。まあ、2週間で7回を投げ抜く先発が1人しかいないというふうになってるんですね。こうなるとやっぱりきついですよね。まあ、6回だと最低中継ぎ3人は必要になりますし、まあ、じゃあ全部6回投げ切れてるかというと、もう3回で降板したり、ね、6回の途中で降板したりとかっていう試合もあって、そうなるともう本当に中継ぎ陣4人も5人も、ね、1試合に追い込むことになります。それがまあ2週間のうちに12試合あって、まあ、1試合だけしか7回に投げ切れてないとなると、やはり中継ぎ陣にかかってくる負担は相当多くなりますよね。やはりこうシーズンをまあ通してみても、まあ、そもそもね先発の完投自体が2回しかないということで、これもリーグ最少なんですね。まあ、ここ最近だけの話じゃなくて、まあ、シーズン通してもやはりこう中継ぎ陣に依存しがちだった部分がかなりあります。まあ、結構先発陣を見てると、やはりこう序盤にまあフォアボールを出してしまったりとか、まあ、ピンチ招いて球数を要してしまったりとかしていて、でもう6回で120球110球に行ってしまって、でも7回からマウンド譲るみたいなのもあったりとか、まあ、最近に関してはもうほんと平井投手なんか結構もう序盤でかなりね複数失点してしまって、でも5回も持たずに降板してしまうとか、まあ、そういったシーンがかなり最近多いんですね。まあ、それもやはりこうブルペンを苦しめている、まあ、要因の一つですし、まあ、そこが一番大きいところですね。まあ、ブルペン陣はもう本当に現状きついですし、もう打たれても僕仕方ないんじゃないかなというふうに思います。なのでそんなにも攻めることはできないし、もう戻ってくるメンバーが復帰してくるまで待つしかないです。なのでまあここどうやって乗り切っていくかというと、やはりまあ先発陣でカバーしていくしかないと思います。なのでまあ先発陣が1イニングでも多く投げること、まあ、7回8回をしっかりと投げていく、なのでまあ序盤にしっかり球数を抑えることだったりとか、まあ、1イニングでも多くやっぱ投げることですね。まあ、あとはもうそもそも点を取られないことがやはり大事になってきます。まあ、その先発陣のまあ奮起という部分にも期待をして、まあ、今後見ていきたいですし、まあ、あとはもちろんやっぱり打線のカバーも必要です。まあ、点差をつけば、まあ、勝ちパターンのピッチャーはやはり休めるのもあるので、まあ、点差をつけるためにはやっぱ打線が打つしかありません。まあ、先発陣の打線でまあなんとかカバーをして、このブルペンの苦しい状況を乗り越えて、また今怪我しているメンバーが戻ってきて最強ブルペンの復活に期待したいなと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。